東洋大学本源寺物語は、東洋大学図書館の所蔵である、源氏物語の写本のこと。東洋大学では、一時帰国文学関係の貴重な写本の収集に力を入れていたため、源氏物語の写本についても、現在もともとの成立と伝来が異なる以下のような、いくつかの写本が所蔵されている。これらの写本はいずれも、東洋大学本源寺物語と呼ばれる。 玉かの冒頭から3分の2と少女の末尾部分を一条に滑殺した写本であり、端末には幸運の署名と少女巻の巻名歌、古の雲の通い字跡と振り抜きを止めの姿、今は忘れよが記されている。本文系統は河内本の中でも幸運本系統のものであり、幸運本の祖本と考えられている、満州一本の両巻であると考えられている。 行為源氏物語及び源氏物語体制行為編には不採用であるものの河地本源氏物語行為修正に対抗本文の一つとして写本記号東東洋大学図書館造本としてその行為が収録されている鈴虫一条のみの写本である本文自体は室町時代の著者と見られ江戸時代になってから改装されたと見られる表紙を持つ 保存状態はよく、一部に虫食はあるものの、文字が読めない部分は、ほとんどない。江戸時代初期から中期にかけての個室鑑定か、川勝早急による鑑定が付されており、伝承筆者を二条持ち通りとされている。月明層の印が押されているため本社本は、かつて古書籍症公文書反町修行のものであった、ことがわかる。東洋大学に残された記録によれば本社本は、 東洋大学が1967年以前に購入したとされる。本社本は、現在鶴見大学図書館に所蔵されている優雅を、紅葉が酒木の三条のみ残る、源氏物語の社本と同一の筆者による両巻きであるとされている。本社本を含めた四条とも主筆による蕎麦が数多く存在する。本文は、日本大学所蔵三条西家本とほぼ同じであり、 詳細に比較しても比較すると、やや漢字が多いものの、特に取り上げるほどの筋立てや表現に変化を与えるような異文は認められない。日本大学所蔵、三条西し本での異本表記は省略されており、同社本での哺乳や見せけちなどは取り込んだ形の本文になっている。ありがとうございます。